あ、実験大好きエミネウです。今回はね、マグネチックループアンテナやっと使い方慣れてきましたので、実際にね、私のいつも使っておりますロングワイヤー、6メーターものねロングワイヤーと比較してみました。どんな結果が出るのかね、お楽しみとなるんですけど、ぜひとも見ていただければと思っております。よろしくお願いいたします。補足説明。7メガでマグネチックループと短縮率 40% のバーチカルと性能を比較したよ。マグネチックループは簡易型だから送信の性能は低い傾向だよ。送信時に性能を発揮させるとなると相当気合が必要だから、受信性能を中心に比較したよ。本当に怖いアンテナだから、使いたいと思った時は十分に注意してね。のんびりと紹介するから、時間がある時にゆっくり見てね。こんな形ですね。ちょっとマグネティックループアンテナ、ちょっとこういう形で設置しております。で、ちょっとね、だいぶ近いでまた干渉の問題もあるんですけどね、ロングワイヤーね、こういう形、いつも通り車のねところにこういう形でちょっと横並びにさせていただいております。こういう形でね、ちょっとアンテナ回してます。ゆっくりですけどね、やっぱりちょっとありますね、指向性みたいなものが。指向性がね、ちょっとなんかやっぱありそうですね。少しはね、なんか指向性を感じる限りではあるんですけどね。はい、しましたね。ちょっとテストしてみます。今こちらがね、6メーターのロングワイヤーになります。まあこんな形ですね、信号で。こちらがマグネチックループです。なんか非常にいい感じですね。 S メーターの振れ自身はそんな大きな差はないっていうところがね、まあノイズを基準ですけどね、まあちょっとこっちの方が強い、まあ微妙なところっていうところでね、なかなかいい勝負してるんじゃないかなと思います。そして、もうちょいこちらにね、局長さんおられますね。今6メーターのロングワイヤーです。こちらがマグネチックループです。まあちょっとノイズが多いんでね、一概には言えないとこなんですけど。こんな形ですね。今がマグネチックループです。マグネチック6メーターのロングワイヤーですね。ロングワイヤーです。なんか結構マグネチックループいけますね、これは。やっぱり魔のアンテナです。明らかに衰えているという感じを受けないでね、なかなかいい感じしてるなと思っております。ヘンリー5、マイクノベンバーリマ。JH5、マイクノベンバーリマ、ポータブル3、取れますか、どうぞ。
はい、了解です。 JH5 マイクノベンバーリマショートブレイクですけど、これ取れますか？どうぞ。はい、こちらこそどうもありがとうございました。セブンティースイリポート5959お送りいたします。キューティーヘンディは大阪府豊中シティ、大阪府豊中シティの方に入館しております。名前の方は田中と言います。タバコの田、名古屋の名、川瀬の田、田中と言います。よろしくお願いいたします。誠に申し訳ないんですけどね、今6メーターの長さのロングワイヤーから出てるんですけど、次あのマイクいただくときにマグネチックループにちょっと切り替えますので、信号弱くなったら申し訳ございません。ちょっとだけ S のリポート交換いただければと思っております。ジャパンホテル4 JH5 マイクノベンバーリマポータブル3です。どうぞ。はい、了解です。ジャパンホテル4ゴルポータブル4 JH5 マイクノベンバーリマポータブル3です。今マグネチックループに切り替えたんですけど、どんな感じでしょうか？聞こえますか？どうぞ。聞こえないでしょうかね。どうぞ。はい、了解です。これ取れますか？どうぞ。はい、了解です。ジャパン ホテル4 JH5 マイクノベンバーリマポータブル3です。先ほどね、今は6メーターもののロングワイヤーでやってるんですけど、先ほどちょっとお呼びした時はね、やっぱマグネチックループですけど、ちょっとしんどいね。レポートどうもありがとうございます。ほんとすいませんね。移動運用中にレポート交換していただきまして、本当にどうもありがとうございます。カードはね、こちらからも JR ジャーの方にお送りしておきます。私の方はね、自宅マンションの横の駐車場から出ております。あんまりロケーション良くないんですけどね。本当に弱い電波取っていただきまして、ありがとうございます。カードはジャーの方にお送りしておきます。ジャパンホテル4ポータブル4 JH5 マイクノベンバーリマポータブル3です。どうぞ。はい、こちらこそありがとうございます。セブンティースイ、はい、ありがとうございます。どうだったでしょうか？やっぱりね、マグネチックループと6メーターものロングワイヤー、やっぱりね、マグネチックループにつきましては、もう熱狂的な愛好家の方々によってね、もういろいろとね、調べられてるアンテナですのでね、やっぱり意外と受信感度はもう噂通り良かったっていうんですか、10年前も思ってはいたんですけど、やっぱりね、今回こういう形で本当に2本並べましても、そんなに見劣りしないっていうんですか、以前ですよね、例えば6メーターものロングワイヤーと3メーターものって並べるとね、ちょっと力不足は明らかになったんですけど、今回ね、まず S メーター見る限りはもう全く見劣りしない。あとやっぱりノイズがものすごくやっぱり少ないっていうんですか。まあっていうか極端ではないんですけどね、実際にちょっとところどころ聞いていただいても SN 比が上がってるような形でね、なんか非常に聞きやすい曲調さもおられたんでね、やっぱりノイズにも強いっていうのもね、噂通りのアンテナっていうことが分かりました。で実際にね、送信につきましてはね、アンテナが若干やっぱり指向性、こういうね、丸に対してこっち方向じゃないんですよね、こっち方向に指向性があるようなんですけどね、確かに回しますとね、指向性っていうのがね、少しは感じられたんですけど、さすがにこういうような運用形態ですとね、手で回しながら運用する暇もないっていう状態で、とりあえず日本列島に対してね、東と西で向くような形にね、簡易的には設置していたんで、それなりの起こせは出てるとは思うんですけど、送信におきましてはね、6メーターもんの方がやっぱりまだ安定感っていうんですか、2曲ほどね、非常に苦しい中 QS をしてるんでね、あんまりご無理先方にもできなかったんですけど、明らかにね、6メーターのもんの方が安定して QS をできているような感じでした。
まだまだね、実際のサンプリングっていうのができておりませんので、どちらの方が飛ぶのかっていうのはね、ちょっと言いづらいところなんですけど、設置のしやすさにつきましては、やはり今回の マグネチックループアンテナ、移動することを全く考えずに作っておりましたので、まず長さが長いで、やっぱり組み立てるのもネジで固定していくだけなんですけど、意外と時間かかるんでね、ロングワイヤーですと5分ぐらいで終わるところが、やっぱ組み立てて可動部分の調整、コンデンサーのところの可動部分の確認とかありますとね、やっぱり15分ぐらいかかっちゃうので、さあどうしたもんかなと思っとるような次第です。ですのでね、私自身も運用の方は今のところはもうやっぱり6メーターものロングワイヤーの方が手間もかからず簡単かなと思いながらね、もう少しね迷っていきたいなと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。